ちょっといつオペチ出てくんのこれ。そうだよ、オペチで出すか。そろそろ呼びましょうよ。でオペチもう呼びましょう。あの高橋さん来てください。ね、そうね、せっかくやからさっきからね話題に登ってる。いやいやいや、今日は本当にわざわざありがとうございます。いやオペチありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、高橋さんあっての我々ですから。いやいやいや、そうですよ。てっぺん行ってる。てっぺん行ってない。揉めた事件なんですか、その揉めた事件。てっぺん揉めたんだよね。ステーキだっつって。てっぺんの店長とね。ね。あと上野君たち連れてたもんね。行ったよ。ごっつぎに行くなやつ。どこにあるんですか、池袋の。あのね、あそこ の, あの水木通りだな。わかんないですよ、水木通りは。こういう名刺出されても。説明は難しいな。まあ、まあ、いつもいるあたり。うん、高橋さんもじゃあ池袋は近くなんですか。池袋近いね。だから西武池袋線だから。だから池袋パルコの男なんだから。高橋さんがね、やっぱ袋の袋の人間だと思ったのはね、ああ焼き鳥屋のね、上肉っていうとこがあったんだけど、上肉知ってんだよね。昔あった焼き鳥屋があってね、はい、あのあれね、日系園だね。うん。日系ってとこがあって、焼き鳥がね、上肉っていう名前なんだよ。焼き鳥誰もわかんないですよ。焼き鳥が上肉っていう名前なんだよ。ごめんなさい、俺池袋めったに行ったことないからわかんない。僕もですよ。で、上肉食ったのかなとか言ってたから、日系知ってんだと思ってさ。ね、でもね、あんまり呼んでくんないね。いや、だって俺らの時間仕事だもの、うん、まあ確かに、うん、5時とかですもんね。そうそうそう、我々は俺ら8時半で寝ちゃうんだからさ今。確かに。もう5年ぐらい行ってないよ。あ、そうだ。ほら還暦の時にね、上野君と Q ちゃんとほら孝太郎で何やろうかっつってほら、あ、みんな電話しながら、あの帰りに行ったのか。あの伝説の写真の時じゃない。写真の時のね。これでもここも使っていいんですもんね、これからちゃんなんかやるときに。いやいや、 もちろんここ使えるんだったら何でもできるじゃん。ここは今日あのマンボウで早く閉まってるから使えてるんだけど、うん、普段は営業してる。営業してるからね。こうちゃんないとできんじゃないですか、ここで。いや、こうちゃんないと別にやんなくてもいいんだよ、そんな。いや、ってこうちゃんないとで2時間ぐらいライブ配信しますよみたいな。あ、そういうことね。あの、あ、チャンネルでな。チャンネルであのレコードをかけまくって BGM で、うん、怒られちゃうもんだって。その BGM 人の著作権だから。ダメだよ、8時半に寝るんだから。 YouTube ダメなんだ。俺8時半に寝ちゃうんだよね。あとそうだ、8時半に寝て8時半に起きるんだよ。12時間寝てんだよ。寝るよ、ね、12時間か。寝るよね。でも寝れる時に寝とかないとさ、うん、俺ら食べてたら寝れないじゃん、無理。有料時間、うん、食べるとね起きちゃうんだな、しょっちゅう。12時間僕も寝れないですもん。寝れないの、お前。寝れない。10はいけんだろ。10もいけないですよ。弱いね。寝てからですよね。寝れて3やねん。いや、マジで10だから。11時に寝たら5時に起きます。あのもう完全に。え、11時に寝て5時、5時にパッキーンって。6時間しか寝てないってこと。はい。11時に寝たら俺1時で起きちゃうの。ちゃんと起きる。めちゃくちゃすぐじゃないですか。そう、正面。それ総理大臣だよ、お前。どういうことですか、総理大臣。いやいや、その寝てないっていう寝てないっていうこと。高橋さんっておいくつなんですか、今。俺ね、今年66になるの。66? 66よ。カバジャンかよ。え、666じゃないですよ、それ。666じゃないですよ、それ。毎回節目でイベントにやらせていただいてるんだけど、僕なかなかやめないのよ。親父と2歳しか違わないですよ。でも66だったらロックンロールでやんなきゃダメだね、今年なんかね。そう、68ですから、うち親父。あ、そう。はい。親父って呼んでみますか、これから。いや、もちろんもちろん。お父さんっつって、ね、高橋さん今年やんないの66イベント。66は今んとこ盛り上がってないね。俺スケジュール開けとくよ、8月ぐらい。マジで、うん、やる。いや、俺ひげが、ね、とりあえずほら来年がほらうち35周年だから。おお、来年ちょっと貯めておこうかな。クワトロのイベントでしょ。そうそうそう、高橋さんのイベントやんなきゃダメだから。そう、だクワトロのイベントだったら俺とか出れないからさ。なんで。いや、だってそんな、だってもっと大御所が出るでしょ。いや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 、もう浩二さんで行きましょうよ。何を言ってるんですか。ダメだよ浩二さん。俺浩二さんちっちゃいよ。いや、ここはやっぱトリオでいないとダメ。いや、僕ね司会やります、司会。あ、いいね。いいね。さあ皆さんっつって、うん、いいね。僕それが一番いいですね、うん、あ、66ナイトのライブシーンもちょっとねこう載せるとかね。え、もちろんね、うん。いいじゃん、また畠山みゆきちゃん呼んだら嬉しいんだよね。ダメ、もう、ね、うん、みんな嫌がられたもん、ほんと。そんなことないって。そう、何の話ですか、素晴らしかった、素晴らしかったけど、メジャーセブンス、ね、メジャーセブンスばっかなんだもん。コード難しかったね。難しいよ、うん、全然コード難しいの弾きたくないですよね。いや、全然得意よ。
だってほらさっきのあの若大将のジャズのやつも弾いてるふりしたりとか。いや違う、それは別に俺しかいなかったら俺弾くわけ全部。ただ弾いてるしもう一人が二人でなったら気持ち悪いじゃんコードばっか。だからチャーンって一発に入れる。だおぶりだおぶり。おぶり。めちゃくちゃいい職業だなそれ。その一曲はね、うん、その全面的に大変な曲もあるわけですよ。はい、ね、海その前オアシスバージョンがあったもんね。あった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 。大変なんですか。海にいたね。それで俺と若大将で俺のギター一本で海にバーッと。海にで入んなきゃいけないんだよ。カウントないんだから。結構やっぱカウントないです。ないよないない。キャレインズで。若大将カウントないんだよ。海にいたね。でキー取んないんだよね。普通キー取んだ。普通ポローンみたいな。何回も歌ってる。はーんで来る急に来るんだよ。だから。カウントやりたがらないから、エルビスのカバーとかやってね、ブルースウェイシューズ、はい、エリスワンフォーザマギーって入んなきゃいけない全員 でずっとこうみんなでこうでもっと言えばエリスワンフォーザマギー、まあ、それは分かりやすいじゃん、あれ何でしたっけ、夜空の星。ああそう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 、夜空の星は加山さんのこのダーン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 って始まんなきゃいけないのよ。でもずっとみんな緊張してこうやって見てるわけ。まあ、でもそれがロックンロールですよね。でもやっぱりジャーンならあるじゃん。でも俺はジャカジャーンなんだよ。だから、うん、かなりの特殊な。みんな見てるんですかこうやって。もうだから本当に前行きたいぐらいだよこうやって。手を見て。え、ナオさんがね、ナオさんが。イレストバンフォーザマギートゥーフォーザショーであるじゃない、ブルセシューズあって、それずっとエレストを待ってるんだけど、みんなこう緊張してるんだけど、加山さんがいつも朝当てたらいつも朝当てたら加山さんがジャンって、あった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 、いつも朝ジャンってあれわざとやってんだよね。あれわざとやってんだよ。どうなってやってるんですか、それ。やってんの。テレビ番組みたいなのはもう飽和状態だから、もう面白くない。まあね。筋トレはどうですか、一回。筋トレね、自分で自撮りしてくるかね、今度。でも全然それがいいっすよね。それがオペシルームにさ、もう持ってきちゃえばフリーウェイトのやつ。ああ、うん。あれはどうですか、高橋さんの部屋だから部屋にもう定点カメラ仕掛けといて、うん、でもう前もって。これ YouTube 流れちゃいますからっていうのだけは言っといて、お疲れですみたいな。だから本当に考えてどうやればその視聴者数を稼げるかってこと。まあだから絶対にまずそもそも他のライブハウスがやってないことをやらなきゃいけないですね、うんうん、もうまあ別にでもさ視聴者数っていうかいいんじゃない、だからそれが多い方がいいわけでしょやっぱり。でも金はそこで産もうと思ってないですもんね。ある程度産まないと、いらないよ俺ら。いいの？俺ら別にいい。あ、いいの？俺らいいよ酒飲ましてもらって。その代わりこの後10杯飲んで帰るから。いいの？いや金は別にいらない。金だってことじゃ来ないよ俺らも。そもそもそんなつもりで来てないわ。そうか。そういうことらしいよ。いや、なんで、なんでっていうか。いや別に金なんていらないってこと。もうだからどういうのが一番いいのかな。俺はね、良かれと思ってね。いやだからクワトロがさ、やっぱ他のなんだろうライブハウスではできないようなことをやれてるのが一番いいと思うよ。なるほどね。うん。でガイタレとか、ほらまだ今来れてないけど、ガイタレ来た時にインタビューとかはクワトロ独自な感じなんでできるよね。ただまあ楽屋でね、楽屋でとか。ガイタレもまたほら契約うるさいからな。そうそうそうね。めちゃめちゃうるさいですよ。僕前ウィーザー好きで、ウィーザーってバンドいて、ウィーザーフェスっていうのに多分なんかのコネとかいろんなつながりで出たことがあったんですよ。代々木体育館で。どうなのでかい。でアジカンとかも出てたりとかして、僕らもなぜか出て、で要はフェスみたいになってるから飯食うとかあるじゃないですか。なんかこうもう一個の部屋入ったらめちゃくちゃいいなんか絵本で見るようなローストビーフとかある部屋があって、ここいいなと思って勝手に飯食ってたらめちゃめちゃ怒られたんですよ。そのゲラウトって言われたんですよ。だからその外国の人にゲラウトって言われて、よえお出演者みたいな感じあるけどダメだったんだなと思って。それはあったよね。だってフェスによってはガイタレのフード
日本の風土って。あ、でも完全に分かれてましたね。でもやっぱクワトロに来るガイタレはなんかあるじゃない、なんかその芸風というか、うん、クワトロに来るガイタレが一番ちゃんと音楽聴いてる人が見たいアーティストじゃないですか。クワトロにまだ来るぐらいのガイタレだとそこまで調子乗ってないからさ、うん、でそれをだからあのその通りだと思いますよ多分、うん、クワトロぐらいしかやっぱそのなんていうんですか、めちゃ大箱じゃなくて、うん、でもこう中箱みたいなのライブハウスってもうクワトロしかないですね、それで言ったら。こう弁当箱がさ、まあ、ご飯だからそういうとこは見たいわけでしょ。見たいよね。だからその密着っていう形でこれだけコレクターズがこの日ライブやります、弁当これは今日はこれなんだみたいな。そうそう、だからシューマイ弁当とかうちで頼む時とかもう納品の時間決まってるわけだからそこで待ってて、そこから取ったら本当面白いよね。なるほどね。あの特化した方がいいですね、うんうん、それはねいいと思います。あのアーティストによって、あ、この人たち弁当食ってんだ、うん、弁当発注してんだみたいな、うん、なるほど、いいと思うよ。確実のもとにさらすんですよ、うん、だって僕らが例えばクワトロでやった時とやる時とか弁当なんか発注しないですよ。長楽ですだからみんな。いいね、はい、俺も長楽でもあるよ、うん、もうやってないですよだから今日終わってこのまま長楽で。長楽も閉めてるのかな。もう閉めてます。ないね。閉める閉めてる閉めるね。俺でも今日昼ペヤング食っちゃったからな。ペヤングのあれも伝えといた方がいいですよ。でもペヤング混ぜないって言ってるからね。ペヤング混ぜてるっちゃ素人だよ。で、あのさっき聞いたんですけど上野さんは、うん、火薬は3割がこだわりなんですよね。あれ残っちゃうから。で、孝太郎さんはとにかくもうお湯入れて混ぜない。お湯入れて、いや湯切りするよ。でその後ソースとかかけるでしょ。かけたらかけっぱなしよ。見してるね。これすごいよな。だからついてないとこもあるもん。もうそこがいいんじゃん。ハマってるってことですもんね。なんか最近食ってるねよく。でもそんなのね。僕じゃこれ邪道ですか。ペヤング家で作るときに、うん、あの大盛りとかももちろんありえないですね。やっぱあのサイズが一番いいですよ。うん、あのザルを持って、うん、ザルにもう一回あげるんですよ。うん、あの全部水を切るのに、うん、ある程度油分は残した方がいいね。うん、マジですか。それやるんだったらマルちゃんかなんかの普通の買った方がいいね。何ですか。うん、でなんかあのこの水蒸気を飛ばして、いやいやそんなことするんだったらもう普通なくてはいいよ。ペヤングはペヤングのなんかあれがいい。そうそうそう、切り切れてないやつがいい。そう今日はちょっと雪に時間ないぐらい下にじゃ汁残ってるぐらいいいですか。食い終わった後にソースがそのジンの5分の1ぐらい残るのがいいんだよ。ああそうなんですか。当たり前だよ。分離してんねん。そうなんだ。それが嫌でやってたんですか。そこ含めて味だから。そこが嫌だったらやっぱもう炒めて作って、うん、俺ら焼きそばと言いつつ焼いてないのが好きなんだから。でもこうやって言いつつ実は僕広島なんで UFO があの本場の西の人 UFO なんですよ。孝太郎さん知ってました。知ってますよ。俺も実は UFO 派だったんですよずっと。ちょっとあの酸味のあるタレ、うん、ところがね甘いよね。ある日ペアなんだよ。いや僕はもう